いつもロペライオアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2006年モデル AMG C55 ステーションワゴンをご紹介させていただきます。まずは外装面の状態ですが、フロント周辺に数箇所飛び石がございます。またフロントバンパーには下すりが見受けられます。さらに右側のリアのドアにエクボのような小さなへこみ傷がございます。その他に大きな傷やへこみはございません。走行距離3万6000キロと低走行を保ったお車ですので、全体を通して良好なコンディションを保っております。外装色はブリリアントシルバー、インテリアにはブラックレザーが組み合わされた1台です。こちらの W203 型 C クラスですが、2004年のマイナーチェンジにより内外装ともに変更され、スポーティーな雰囲気に生まれ変わりました。さらにこちらの車両に関しましては、 AMG の専用装備が多数備わり、よりプレミアム性を感じれるステーションワゴンとなっております。ヘッドライトは標準でキセノンライトが備わり、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、 5.4 リッター V8NA エンジンが搭載され、馬力は367馬力を発揮します。 NA エンジンならではの加速とサウンドをお楽しみいただけるモデルです。足元には AMG 専用18インチのアルミホイールが装着されております。またブレーキキャリパーに関しても AMG 専用のキャリパーとなりますので、制動力も安心してお乗りいただけます。続きましてリアのご紹介をさせていただきます。マフラーは4本出しマフラーが備わっており、合わせてサウンドもお楽しみいただけるお車です。それではトランクスペースをご紹介いたします。トランクの開閉は手動で行っていただきます。ステーションワゴンのお車ですので、長いお荷物も簡単に積むことが可能です。また目立った使用感もなく、綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアのご紹介をさせていただきます。シートはブラックレザーが採用されております。運転席側のランバー部分に若干の使用感はございますが、気にならない程度ですのでご安心いただければと思います。それではエンジン始動させていきます。またステアリングはブラックレザーが使用されておりますが、使用感もなく綺麗な状態を保っております。また手元のスイッチにて変速操作も行っていただけるお車です。車内では地デジの視聴も可能です。またギアをバックに入れていただきますと、バックカメラも備わったお車です。また運転席と助手席にはそれぞれシートヒーターが備わっておりますので、寒い季節も快適にお乗りいただけます。シフトは5速のオートマが採用されております。また手元のスイッチにて走行モードを3段階切り替えることが可能となっております。様々なシーンでお使いいただけます。続きまして後部座席のご紹介です。後部座席には使用感もなく、非常に綺麗な状態を保っております。また車内の空間ですが、ステーションワゴンということもあり、足元も広く確保されております。気になる車内の匂いですが、特に音箱の匂いなどいたしませんので、ご安心いただければと思います。今回は2006年モデル AMG C55 ステーションワゴンをご紹介させていただきました。走行距離3万6000キロと低走行のお車ですので、内外装ともに非常に綺麗な状態を保っております。街乗りのシーンでは余裕のある走りを体感できますし、ひとたびアクセルを踏めば一回りも二回りも高いパフォーマンス力を発揮するお車です。さらにステーションワゴンということもあり、実用性にも優れたお車です。現行モデルでは味わうことのできないアグレッシブな走りをお楽しみいただけるおすすめの一台ですので、お探しの方はぜひこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。